ジェルメイヌ・ド・フォアは、アラゴン王フェルナンド2世の2番目の妻で、アラゴン、シチリア、ナポリ、ナバラの王妃。スペイン語名はヘルマーナ。フランス貴族フォア博家の出身で、父は、ナルボンヌ・シャクジャン・ド・フォア。母は、フランス王ルイ12世の姉マリー・ドルレアン。弟のムール・コーガストン・ド・フォアは、フランスの将軍として活躍した。1504年に戦災である、カスティーラ・ジョイサベルを亡くした後、 後継者問題に悩まされていたフェルナンド2世は新たな男子を設けようと翌1505年にイボアネレオノールの孫であるジェルメーヌと再婚した。この年、フェルナンド2世は53歳、ジェルメーヌは17歳であった。ジェルメーヌのおじであるフランス王類12世とフェルナンド2世はナポリオ王国の支配を争った経緯があり、この結婚には両者の関係修復の意図もあった。 1509年に、ジェルメーヌが産んだ息子フアンはすぐに養成し、以後は、フェルナンド2世との間に子供は生まれなかった。ジェルメーヌとの再婚は、一方では、ナバラ王国の獲得の口実にもなった。ジェルメーヌの祖母レオノールは、ナバラ女王であり、父ナルボンヌ死者クジャンは、ナバラ王位を要求して、内乱を起こしたことがあった。ジャンの唯一の男子であったヌムールコーガストンが、 ラベンナの戦いで戦死した1512年、フェルナンド2世は、ナバラ侵攻のため軍勢を派遣し、翌1513年に、ジェルメーヌの多い継承権に基づいて、ナバラ王即位を、宣言、1515 15年に征服が完了した、ジェルメーヌの重視である、ナバラ女王カタリナと、オット・フアン3世はフランスへ逃れた。フェルナンド2世が1516年に没すると、 その王位を継いだのは、孫カルロス一世だった。カルロスはまだ若い義理の祖母で、また重臣にあたるジェルメーヌとの間に、非政治イサベルを設けたが、その後ヨハン・フォン・ブランデンブルク・アンス・バッハと結婚させることにし、二人はバルセロナで式を挙げた。1523年、二人はカールにより、バレンシア服を落とされた。1526年にジェルメーヌは、ヨハンと死別したため、今度は、 カラブリア公フェルナンドと三度目の結婚をした。ジェルメーヌはカラブリア公と共に引き続きバレンシア副王を務め、二人は芸術と音楽の講演者となった。1538年にジェルメーヌは没するが、その後もカラブリア公は1550年の自身の島で副王を務めた。死後はバレンシアの王立聖ミゲル修道院に埋葬された。ありがとうございます。